ヨーホーヨーホー、今は遠い昔の海賊暮らしと。さて、仕事と行くかね。なんだ、なんでこんなことに。あ、ダメだ、このままじゃ死んじゃう。こんばん、アルカラム一族特別編、ザ・ブルー、ミステリー案内人です。アルカラムでブルーってことは、青のアルカラムの話ってことか。そういえば、アルカラムっていっぱいいたのよね。初めての方のために簡単におさらいすると、伝説の殺し屋アルカラム一族は白、赤、黄、緑、青、愛、紫の7つからなる大所帯。普段は仕事の取り合いにならないように世界各地に点在していて、接点はほぼありません。ですが前回 SCP による大事件が発生した際には一族が集結。今回は青のアルカラムを中心に何かとんでもない事件に挑んでいくようですよ。あら、それは楽しみね。今回も全4話でお届けするシリーズものになるので、最後までお見逃しなく。それではどうぞ。久々の里帰り。彼はビタンアルカラム。もともとは優秀な殺し屋でしたが、現在は第一線から離れて姉のショコラアルカラムとカフェを経営。その傍らで裏社会専門の探偵としても活躍していました。そんなビターですが、今回は母親のシュガーから呼び出しを受け、かつて暮らしていたアルカラムの本邸に呼び出しを受けて帰ってきたようなんです。やあ兄さん、こっちで会うのは久しぶりだね。一体何事。そう、僕も母さんにこの時間にここへ来るように言われているだけなんだ。揃ったわね。やあビタ、お帰り。もっとこまめに帰ってくればいいのに。ただいまんとひひ。二人が揃ってるってことは厄介な任務なのかい。厄介といえばそうですね。バイスじゃないか。お久しぶりです。彼はバイスアルカラム。カカオたちの親戚にあたるアルカラム一族ですが、彼は白のアルカラム一族。アルカラム一族は7つからなる大所帯。白のアルカラムはそんな一族を束ね統治することでした。現在一族の最高権力者であり、決定権を持っている人物です。バイスが絡んでるってことは、久しぶりにワクワクできる仕事かい。ワクワクじゃない、ガクブルの間違い。まあそう言わずに。本当に困ったことになっているんだよ。概要を説明してもいいかな、バイス。お願いします。これはどこの海だい。南の海、ダルシア島の海域だ。一年を通して穏やかな気候でね、漁業も盛んで治安のいい場所だが、さらに南へ進んでいくと少し話が変わってくる。海賊船が頻繁に通る場所でもあるんだ。なんだって。と言っても戦闘や乱闘を起こそうってわけじゃない。嵐の少ない海路だから利用されてるだけ。その海路で戦闘を起こせば立ち入り禁止になる。今は昔ほど海賊が稼げる時代でもないから、みんなおとなしく従っているんだが、その海賊船がここ数ヶ月の間に沈みまくっているのよ。恐怖。しかも争った形跡はなく、海賊船が一隻通過している間に突然ね。ただ攻撃を受けているのは確かなんだ。ヘリで海面を調査したところ、海賊船の破片が浮かんでいるのが確認されている。文字通り海の藻屑にされたということさ。でもここ最近嵐が起こったこともないし、天候も安定している。ここまで謎の海難事件が発生しているなら、ひとまず海は閉鎖しなければならないということで、今ダルシア島から船を出すことは一切禁止。海路を通ることも許されていないわ。それに怒ったのが漁業を生業にしている島民たち。今島民たちの抗議運動が起こっているし、国も重要な財源が止まって困っている。でも調査方法がわからないし、何より恐ろしいということで膠着状態が続いていた。なるほどね。
その依頼が正式にアルカラムに出されたというわけだ。そういうこと。で、今回の特別編成を思いついたのよ。特別編成？よう、赤のガキども。君は、シャーク。お魚兄さんその1。誰がお魚兄さんだてめえ。三枚におろすぐらい。彼は、シャーク・アルカラム。青のアルカラムで、海賊をなりわいとする殺し屋です。カカオたち赤のアルカラムより、青のアルカラムの序列は下ですが、年齢はカカオたちより上なので、お兄さん的存在にはなりますね。ま、海に関する事件なら、青のアルカラムに声がかかるのは当然だろうね。青の兄さんたちは海賊だし、頑丈な海賊船も持っている。これ以上ない人材だ。へへ、わかればよろしい。質問。なんでカカオと僕、僕は殺し屋引退。シャーク、説明なさい。俺らの船に女が乗ることは基本ない。有事の際に血縁の女性が乗ることはあるが、基本は陸で生活して、会うのは年に数回だ。なんだって？普段陸ではどうやって生活しているんだい？漁業船や海賊船の修理や、要は船大工だな。オーシャン造船所っつったら、この辺りじゃ名の通った職人集団さ。なるほど。そこで女性の一族も腕を振るっているというわけだね。僕らのように姉や妹もいるんだろ？これは一族の七不思議とも言われているんだが、青のアルカラムにはよそから嫁いできた女以外存在しない。なあほな、これが本当なんだよ。俺らの一族はもともと海の近くに住んでいて、陸で暮らしていた頃は女もいたそうだ。だが海に出るようになって約80年の間、女は一度も生まれていない。それはおそらく俺たちが海の女神に愛されているからだと言われているな。海の女神？ああ、まあ海と言わず山だろうがどこだろうが神は存在してるだろうが、海は全ての命の源だから、特に神が多いとされている。怪人ネーレウスから生まれた神の大半は女、そして大半が女嫌いだと言われているんだ。まか不思議。女性が多い理由は置いておいて、女性嫌いになる理由が見えないな。神は特に嫉妬深いとも聞くわ。美しければ美しいほどその命も狙われる。反対に仕込めであれば見逃され、宝を一つ授けられるという話も聞くわね。えへへ、なんだいそれ、性格最悪じゃないか。神様なんてそんなもんだ。というわけで、オーシャン海賊団は女を乗せない。女の海賊が少ないのもそういう理由だ。生き残ってる奴は何かしら女神に気に入られているんだろうよ。見つかったらどんな厄介事が降りかかるか分かったもんじゃねえ。ショコラ、ガーナは乗せられない。だね。でもなんで僕たちが？青のアルカラムだけで対処した方がスムースだろ？あ、青のアルカラムの家系図から説明するぞ。まず課長の親父が率いる海賊船に、親父とお前らと年の近い双子の弟が乗ってる。ジョリーとロジャーだ。ジョリー・ロジャー、海賊旗の意味だね。意味まんま。うるせえ、海と海賊に関する名前にするって掟があるんだよ。うんで、青の一族は長男だけが自分の船を持つことが許される。その時ついてきたのがお前らも一度会っている次男のドルフィーだ。つまり俺たち青のアルカラムは2隻に分かれて海を渡っているから、海域の縄張りが違うんだ。んで、事故が起こっている海域は俺らオーシャン海賊団の縄張り。親父たちが出張ってくることはないし、俺らだけじゃ心もとない。なんせ俺らでも知ってるような腕の立つ海賊船ばかりが沈められているからね。状況は把握した。僕たちは海での戦闘経験がないから足を引っ張る可能性もあるけど、それは承知の上ってことでいいんだね。ええ、シュガーの息子なら指示があれば動けるだろう。その担保があれば十分だ。僕は承諾するよ。面白そうだ。ピター兄さんは？海、冒険。ふふ、兄さんも賛成だね。では早速荷物をまとめてナルシア島へ向かってください。その港にオーシャン海賊団の船があります。それと無線は24時間身につけてください。僕とシュガー、
シュクレから指示を出します。ラジャー。こうして赤のアルカラムと青のアルカラムが初めて手を組んで任務へと向かうことになりました。舞台はどこまでも広がる大海原。それじゃあ改めて自己紹介だ。兄さんのビター、弟のカカオ。兄さんの特技は透明化で隠密系。僕は基本オールラウンダーになるよう母さんに仕込まれてる。強いて好きな武器をあげるならナイフかな。よろしく頼むよ。どうぞ吉野に。俺は長男のシャーク、弟のドルフィー。地上での得意な戦闘法はないが、海に関する殺しなら負ける気はしねえな。海に関する殺しって例えば何なんだい。聞いてもあんまイメージできねえか。例えば俺らが使ってるこれだ。笛。これは青のアルカラムが長年の研究から開発したもので、とある装置を埋め込まれた怪獣に信号を送って動きをコントロールすることができる。それを呼び寄せて食わせるのが主流だ。恐怖。でもターゲットは地上にいることもあるだろ。どうやって海におびき寄せるのさ。依頼者が海上戦パーティーを開いて、そこにターゲットを集めるようにするか、陸の一族が引っ張ってきてくれるかだな。船大工は表の家業で、裏では俺らの仕事のサポートがメインになってる。なるほどね。よそから嫁いで来てくれた女性なら陸酔いには無縁だろうし。ちなみにこの陸酔いというのは青の一族が抱える共通の症状で、陸に降りると酔ってしまう陸酔い。陸に降りると恐怖のあまり立っていられないほど怯えてしまう陸恐怖症というもの。初めてオーシャン兄弟に会った時、赤のアルカラム4兄弟もその表現ぶりにドン引き。ガーナに至っては一族切手のクセ強とまで言い放ちました。しかしここでビターがふと疑問に思ったようです。でも陸で過ごせるように特訓してたんじゃないの。母さんと過ごしていた時期があるって父さんが言ってた。そうだ、気になっていたんだよ。母さんが父さんと結婚する前ってことは結構若い頃だよね。なあ、シュガーがまだアルカラム一族最強の殺し屋と呼ばれる前のことだが、それでも片鱗はあったさ。恐ろしい女だぜ。船に乗ってるっつうのに遠陸にいるような身震いが止まるで。会場では血気盛んで強気のオーシャン兄弟ですが、表現するタイミングが2つ。一つは陸に降りた時、もう一つはシュガーに関する話題になる時のようですね。母さんが若い頃二人にどんな修行をさせていたのか興味があるね。確かに同じ母に育てられた者同士。母っつうか俺らからすれば鬼だけどね。聞こえてるわよ、バカ魚兄弟。ってどこから。君らの音声はいつでも聞こえるようになっているから気をつけてね。それより君らの修行については僕も今後の参考にぜひ聞きたいな。ほら話してごらんなさい。陸にいる時みたいになってる。こうなったらしゃねえ。話すとするか。俺らが人生で最も過酷だったと言っても過言ではない鬼のシュガー陸克服計画修行時代を。いやだ、陸に降りるくらいなら死んでやる。絶対降りねえぞ。うわ。こちらはまだ小さい頃の青のアルカラム兄弟たち。何やら船の上を走り回っているようですが、あんたたちが青のアルカラムの子供ね。ああ、だってめえ、この船に女が乗り込んでくるなんてどういうことだ。そしてそこに現れたのは若かりし日のシュガー。見立てではおそらく10代くらいでしょうか。シュクレとは出会う遥か前のようですね。あんたたち親から聞いてないの。船を降りて陸で生活するってね。今朝突然な。それでこの船に置き去りにされたんだ。信じられねえ。つうか誰だこのクソババア。クソババアですって。いやー、話せこらー。いやー、動きが全く見えなかったぞ。
口の聞き方のなってないクソガキは厳しくしつけ直さないとね。アルカラム一族は年功序列社会ということを刻みつけてやるわ。アルカラム一族？そういえばこのババア、顔が俺らと。さ、降りるわよ。待ってくれ。やだ。シュガーはシャークとドルフィーを抱えたまま船の上から陸へひとっ飛び、そしてシャークとドルフィーを陸へポイッと投げ捨てます。改めまして、私はシュガーアルカラム、見ての通り赤のアルカラム一族の娘よ。兄ちゃん。はあ、あんたたち青のアルカラムの子供たちの陸恐怖症、陸酔いを治すためにここへ来たわ。陸恐怖症を なぜって。無理だろう。俺らの父さんもおじさんたちもみんな陸嫌いなんだぞ。でも年に数回陸に降りるでしょ。あなたの父親や祖父、家長となる人間は最低限陸で生活できるまで特訓を繰り返すわ。この場合で言うとシャークが当てはまるけど、長子が死んだ場合を想定して次男まではこの修行を受けてもらう。事前に言うと船で逃げ出しかねないから抜き打ちでやることになった。そしてこの特訓の教官はその時の課長たちの子供の中で最年長が務める。つまり私よ。何か質問は？修行って何するんだよ。俺も嫌だよ。陸怖いよ。波みたいにゆらゆらしてないなんておかしいよ。気持ち悪くなってくる。まずその狂った三半規管から鍛え直してやるわ。覚悟なさい。ママー！ビャー！おぎゃー！三半規管を鍛えるにはとにかく転がって平行感覚を鍛えるのが手っ取り早いの。本来なら平地で寝返りするところから始めるくらいでちょうどいいんだけど、面倒だから荒領事で行くわよ。死ぬ。兄ちゃん。あんたたちが崖で転がっている間に開発してみたの。崖で転がるより怪我もないし、何より24時間回転し続けられて効率がいいと思って。まだまだやることが山積みだわ。この人に逆らったら死ぬ。何をしても死ぬ。終わりだ。その後もシュガーの鬼の特訓は続き、2人は毎日休むことなくシュガーが思いつく限りの修行をこなしていったのでした。母さんの鬼教官ぶりは若い頃からなのか。聞いてるだけで吐きそう。話を聞いている限りシュガーは宇宙飛行士の訓練内容を参考にしたのかい？そうよ。彼らは強い G に耐えないといけないから、全身を回転させてその体勢を身につけていく。ま、三半規管にも効果があるでしょうと思って。あの日々を思い出すと今でも吐き気がする。しばらく平行な感覚がわからなくなって、ここが陸なのか海の上なのかもわからなかったな。生きてるのか死んでるのか、俺たちは今どこにいるんだみたいな。それで陸酔いは克服できたのに、どうして恐怖症は克服できなかったんだい？その後この子の両親たちが長丁場の任務に駆り出されることになって、半年くらい親代わりをすることになったんだけど。ああ、言っていたね。この子たち無意識に海を求めて夜中寝たまま歩いていって海に落っこち続けたのよ。それはまた重症。夜中縛りつけておいてもよかったんだけど、陸酔いはひとまず克服したし、この子たちは人生の大半を海で過ごすでしょ。どうせなら海上で役立つ修行をつけてあげた方がいいと思ってね。船を一艘借りて三人で海暮らしをしていたの。そういうことだったんだね。結果として俺らは陸酔いを克服する代わりに
シュガー恐怖症を植え付けられたわけだが。あんな鬼ババと結婚する男がいるなんて今でも信じられねえぜ。今日の夕飯は魚の気分だったのよね。あんたらでもいいのよ。うるせえ、 AI は飯食わねえだろ。騙されねえぞこの野郎。そうだそうだとにかく青のアルカラムと僕たち赤のアルカラムは遠からずつながりがあったというわけだ。昔話はこれくらいにして、今回の任務のターゲットについて話したらどうなの？え？ターゲットが分かっているのかい？いや、これはまだ憶測の域を出ないんだが、お前たちはデイビー・ジョーンズという名を耳にしたことはあるか？デイビー・ジョーンズ？海の悪魔？そうだ、デイビー・ジョーンズとは船乗りの間で信じられている悪魔のこと。船乗りたちの間では船が海底に沈むことをデイビー・ジョーンズの監獄に沈められたと表すことがあるんだ。へえ、まさに今回の現象だね。その通り。なぜそう呼ばれるようになったか諸説存在しているが、19世紀の辞書にはヨナの亡霊と記述された。最も古い創作の登場は1726年とされており、古くから船乗りたちに恐れられてきたんだ。他にも様々な創作作品にも登場していて、その都度設定が足されていった結果、海の恐ろしい悪魔、怪物として恐れられるようになったんだ。デイビー・ジョーンズって神様の一種か妖怪の一種なのかい？そう考えるやつも少なくはねえが、実際には海底に囚われた有名な海賊船の船長だったと言われている。かつて存在したんだよ、デイビー・ジョーンズという有名な大海賊がな。びっくり仰天。ジョーンズが海底監獄の番人と恐れられるようになった伝承はこうだ。ジョーンズはある日の航海中、海の女神テティスに見られ、自ら海底に留まり仕事をすると言い出した。テティスは海の女神と称される美しい神。水色の輝く髪、白い肌、金色の瞳は船乗りたちを魅了し狂わせた。彼女の仕事は海の治安を乱す者の排除。テティスはジョーンズの腕を買い、海のならず者を海底送りにして治安を守ることを約束させる。そしてジョーンズの心臓を抜き取り宝箱にしまい、労働している間は永遠の命と10年に1日だけテティスの恋人になる権利をジョーンズに与えた。いつしかデイビー・ジョーンズは海のならず者を海底に引きずり込んで監禁し、一生労働させるという海底監獄の番人なんて通り名がつくようになったってわけだ。うん、だけどそれも伝説の一種だろ。いや、俺は一度この目で見ている。古びた海賊の服と海賊船長の帽子を身にまとい、鎖を操る不気味な男が船を沈めるその姿を。あっ、何事？ダルフィー、モニター確認。アイサー、甲板に出ないのかい？敵手だとしたら丸腰で出たら不利になる。この中は頑丈だ。ちょっとやそっとの攻撃じゃ貫通しねえ。兄貴、やばいもんが。ドルフィーの一言に全員がモニターの方へ振り返ると、巨大な蛇のようなものが船に巻きついていたのです。こいつはまさか。ちょっとめちゃくちゃ気になるところで終わったんですけど、あの蛇みたいな化け物は何だったの？俺はデイビー・ジョーンズの続きが気になるな。今回のキーマンになる男じゃないのか？そうですね、今回の騒動は人為的なものではなく、もっと別の何かが絡んでいる予感がしますね。パート2もお楽しみに。それではバイバイチーン。兄貴、あれってまさか。一体どうなっているの？いいか、落ち着いてよく聞けお前ら。あの怪物は俺の見立てが間違っていなければ、海底で100年の眠りについたと言われている海の怪物、レビアタン。